足を崩してください、歩かせてください。Yeah.
丈夫ですか。ないな。はい。あ。太陽。太陽。太陽です。ストップして続けてください。
はい、これができると1、2、3を一緒にします。1、2、3、はい、ここで1、2、3、こういう打ち込みを最初10回やってから打ち込みにしていきます。よろしいですか。じゃあ打ち込みを必ずお願いしてください。浅井道場の人たちはまだ丁寧に丁寧に、しかも楽しくで、こうなるって言ったらありがとうございましたね。ニコニコありがとうございました。いや、そうじゃん。それで、これでもいいです。いや、そうじゃん。わかりましたか。はい、では返すんで、後ろに返してください。
相手が崩れてしまう。はい、手の持ち方です。釣り手、大丈夫ですか。その釣り手を持つときに、もし先生、途中で、はいはいはい。So, if you're right-handed, 釣り手 is the right hand. If you're left-handed, your 釣り手 is left hand. 右組みで釣り手を持つときに、この襟を持ちます。こっちだと反則になりがちです。こっちを持つときに、この襟のまま持つと持ちづらい。こっちの方が持ちやすいです。だけども、これを赤色にして持つと、同じようにこっち側から手でこっち向いてますので、持ちやすくなります。そして、この赤にすると手首がすごく安定して柔らかく持てますが、このままで背負い入ろうとすると、手首とか肘をちょっと負担がかかります。なので、この赤を消して青にします。赤をなくして青にします。そうすると、肘をここに畳むことができるので、体全体の強さを釣り手に伝えることができます。少し隙間を上げて、赤を青にしたり、内股の時は、今度は黄色が出てくるようにします。内股、体落としの時は黄色を出します。背負いの時は青を出します。このような使い方、これはこの柔道着じゃなくても、ここにテープを貼ってしまえば、自分の柔道着にテープを貼ってしまえば、簡単に手首の練習ができます。今度は引き手です。引き手を引く時に必ず手首返します。こっち側から見てると分かるんですけども、ここ何も見えないで、手首を返すとこの赤が見えます。これは自分では小指が一番上に上がるというふうに考えてもらえれば、だけどもその引き手を引くときに、最初からここを見ないで、最初この脇の下の赤を見ます。ここを見ます。で、回転したら今度は壁を見ます。他のところは見ません。こういう下を見たりとか、途中違うところを見たりじゃなくて、最初は顔とか脇を見て、その次は向こうの壁を見ます。そうすると相手が崩れて、これを我慢して、自分が回転するの、回転してから崩そうと思うと難しいので、相手を背中で崩してから回転をするという形になります。そうすると崩したところにかける技はすごく効果的になります。そのようなことを注意して、この手首、今の打ち込み皆さんうまいので、その手首の使い方、顔の使い方、崩れてからタイミングをわざと遅くする使い方を踏まえて、また打ち込み5回を3セットやってみてください。お願いします。はい、すぐ前提、あ、ちょっと待って、ストップ。今私が説明してたと、お前が悪いんだ。本間先生が悪いんだ。寝てたし、俺誰かというのは言いません。誰が悪い。それは説明してる俺たちだ。そうだよな、金子が一番悪い。2番目は本間先生。俺は一番いいやつ。分かった。俺たちですね、始め。おい、浅井道場ついてこい。行こう。他の人はいいです、やんなくて。他の人はやんなくて。俺の説明がつまんないから眠くとうとすんだよ。天馬天馬は寝てないよ、よく聞いてた。天馬は番号で同じ。これでしっかりしてください。あい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 あ
Fight.
相四つで組んだ時に両手で切らなくても手首と釣り手の手首が動くことによって相手の手は落ちます。じゃあ本気で組み手争いをしてみてください。 Now the good fight starts. Like 100%. You're gonna... Yes. Okay. よーい、始め。ストップ。こっちの手も落ちて、こっちの手も外れてしまいました。ね、こんだけ演技をしてくれた彼に拍手をお願いします。本当ですか、はい、ありがとうございました。じゃあこの説明を本間先生からしてもらいましょう。金子出てこい。アイエスボードレールとハルキ、ハルキ、打ちそう。まず引き手の方です。手首を柔らかくグーッと力入れてると動かないから手を柔らかく使う。でこうこのスナックを切らして、はい、でやってみんなやって。親指を下に、親指下、引き手の方で、それと同時に手は少し手首を膨らましながら内側に、内側の時は手首を内側、外側に行ってる時は膨らます。これも力を入れっぱなしになるんですけど、手首も肘もリラックスして、これとこれを両方同時にやると、これも打ち込みだと思います。あの手首こうやったから体、あの肘を打ち外振るのをあのハルキって言ってます。で、この場に今度行かれますよね。行きます。そしたらハルキって言ってください。あの上のハルキのハルキから取ってますんで。あ、そうです。はい、で上の先生にこれハルキって教わったんですけどって言ってください。喜びますんで。わかりました。わかりました。本当ですか。本当にハルキってあの私が勝手に呼んでるだけなんです。あ、そうだけども、この間地方に行って上野先生に説明したら、ちっちゃい女の子が譲ってきて、おじちゃんそれハルキって言うの知ってるって言われたらしいです。あ、そうなんです。嬉しくて嬉しくて電話かかってきたんで、なんで言ってください。 So yeah, there's a so this technique is called Haruki. Yeah, name, that's the name. Okay, and so now let's yeah, let's practice Haruki. Okay.So let's practice hard. And then, as you can see, you bring your elbow out, and then bring it in, and out, bring it in. And at the same time, like you can see, the wrist down, wrist, you know, up, wrist down, then wrist in. I mean, yeah, yeah. So you can use, you know, those. I'm right-handed, so like the same time, like this. So then you don't have to use both hands to bring it off, but you can.Still break the hand off by using Haruki. Yes. Questions? ありがとうございます。じゃあ、大豆すくんでやるのもいいけども、せっかくだから、3分間、わかんない英語で一生懸命喋る。わかったか。今座ってるお友達のところに行って一生懸命身振り手振りでお友達になってこい。わかったか。はい、佐藤、はい、行け。佐藤さん、すみません、私が来る前に。お友達に顔を人の前に出して、はい、アムカイ、はい、チーズ。女まで兄弟いないのが、yeah, thank you. もう僕いるし、リアルスが分かるから全然なきゃ。互いに
送っとく。Thank you.